後世の策と、うん、敵はダッキと馬の両夫、貨幣で挑むのは危険です。まずは両夫以外の敵を倒し、襲われている人たちを救いましょう。家康さん、これだけ誘っても仲間にならないんだ。何度でも申し上げる、この世界の状況もわからぬまま従うなど。逃げ切らない男ね。いいわ、だったら抹殺しちゃう。このままでは殿が。どいてください、私がお救いしなければ。インド君、先へは行かせぬ。お前の相手は私だ。行きますよ。覚えておけよ。あれは家康様。泣いてはダメです。ダメすぎます。今家康様を速やかに救うのが最善。真理の言う通り、我らの手で殿と稲を助け出さんだ。あら、家康さんの他にもお客さん。両夫さん、楽しめそうでよかったじゃない。どうせ雑魚だ。見事なる働きを、その心意気、あっぱれなり。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。ようこそ、ようこそいらっしゃいました。こちらに来ると分かっておりましたぞ。さあさあ、紹介殿、我らで皆様をもてなしましょう。なぜ私がこいつの下で。まあいい、目障りな連中は消してやる。インドクリヤス、なんと素晴らしい武勇。これは両夫殿が興味を示されそうですな。鎮宮殿の采配には困ったものだ。私の戦略に傷がついたじゃないか。今こそ攻め立ててやろう。あらら、鎮宮さんやられちゃったみたいよ。少しは骨のある奴がいるよ。
今もなかなかお前と戦える日が楽しみだ。まさに無人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでした。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。インドクレス、はあ、俺の負けだ。行きましょう。すごい。ですが、イナは本田忠勝が娘。負けません。出しとて、鬼神の娘。一歩たりとも引く気はない。とまみえるは困る。来い。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。俺に勝てると思ってんのか。天下無双の絶技、お見事です。私も頑張らなきゃ。えっ、戦は知略でするもの、思い知るがよい。この借りはいつか返すぞ。ダメよ。まだ目の前の人たちを片付けてないでしょ。ならばさっさと終わらせてやる。失せろ雑魚ども。殿、お逃げください。なんという部下。主は影が守護せ。この奥の方々が次々と。このままじゃ家康様が危ない。家康様は撃たせません。私が必ず助けてみせます。見事なる働きを、その心意気あっぱれなり。行きますよ。
どそうでもいい。さあ来い、俺を楽しませてみろ。家康様、早く逃げてください。ここは私が食い止めます。主、こちら。すまぬ直虎、任せたぞ。あっちに腕輪を使えるようになったんだ。これでオロチ様も少しは楽しめたぞ。その力、次までに使いこなしておけ。はい。なんとか呂布さんを退けたみたいです。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。リョフさん帰っちゃったの？もう仕方ないわね。みんな、私を守って。時すでに遅しですよ。全軍、ラッキーを狙ってください。インドクリヤス、はぁ、見事だ。これからも頼みにさせてくれ。無量の力はいつでも使えるわけではない。よほど強い気持ちを抱いた時だけということか。ナオトラ様、なんて光栄し、まるで仏様のよう。イーナさん、狂った瞳で拝まないでください。恥ずかしい。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。はい、ね、天下無双の武、称えるに値する。今こそ攻め立ててやろう。敗北というのもなかなか面白い。またお前と戦える日が楽しみだ。行きますよ。
も面白いものが見られたから行っか。ダッキさんに逃げられちゃいました。でもでも私たちの勝利ですよね。はい、今回はダッキがこの敗戦でおとなしくなるといいのですが。危ないところを救われたな。